1ラウンドのダウンは予想外でしたよね。そうです。まあでもやっぱなんかネリはそういう危険性をはらんでるなとは思ってて、はいはい、理想としてそのあれですね、ネリは危険っていうのを見事に体現してくれた1ラウンド目のダウンで、その後はでもやっぱり井上尚弥選手の圧勝だったので、そうですね、みんななんかやっぱりその一発当たるとやばいっていうのを考えてたんですけど、うん、まさかそれを当てられるとはなんか井上尚弥選手、まあ僕の勝手な意見なんですけれども、はい、結構1ラウンドからガンガンいってて、ああそうですね、それってなんか、はい、あ井上尚弥選手らしくないなって思ってたんですけど、フラッシュさんはどう考えてますか。それも最初多分一番初めに打ったのが右オーバーハンドだったと思うんですけど、はい、珍しいですよね、うん、あんな大きいパンチ打っていくの。大きいパンチし、もう本当に重心が完全に前足になってて、まあ、後ろ足が浮くほどガッて入ってたんで、はい、それをもう3発、30秒以内にも同じ、はい、ああいう感じで打ってたから、はい、本当に最初から倒しに行くんだって、まあ、エキサイティングな試合を見せたいっていうところも、そういう気持ちもあったかもしれませんが、はい、これ、すごいなって思いました。ちょっと空回りしてたかもしれないですね。はい。それが理由として、その、ネリが、一発いい左フックを当てたっていうのはすごく考えてますが、どうですかそこは。あ、でもそれもあったと思います。多分あの左フックは井上尚弥選手自身も見えてなかったと思う、うん、はい、うん、結構クリーンにもらってたと思いますよね、はい、おそらくそれなりに効いてたんだな。やっぱり井上尚弥選手がダウンされたことでみんな驚いていて、ちょっと人間アピールしてたとか、実際、まあ本人も試合後のインタビューで効いてないとか、そういうことを言ってるんですけれども、やっぱりみんなそう言いますよね、効いてたとしても。ああ、言うと思います。やっぱり効いてたと思いますか。はい。効いてたと思いますね。自分がすごいなと思ったのは、その倒れてからの、しのぎ方ですね。うん、まあ。クリンチ行ったのもそうですし、ブロックで受けなかったんですよ、あんまり。はい、はい。足使って。まあ、ネリーが、ブロック、実戦でもやりましたけど、はい。ブロックしちゃうと、どんどん連打が止まんなくなってきちゃうんで。はい、はい、はい。それを連打させないで、ブロック受けたとしても2発目外したりとか、まあ、その場にいなかったのは大きかったかなと思いますね。